ジェネレーションズメジャーデビュー10周年スペシャル初公開映像ザックザック武者修行からドンまで見せちゃうセブン。ジェネレーションズメジャーデビュー10周年スペシャル初公開映像ザックザック武者修行からドンまで見せちゃうセブン。さあ来ました、メンディーさん来ましたね。早見たい早見たい。もうやばい、俺もちょっとみんなのその見切れだけでも結構お腹いっぱいやばい、結構やばす。連鎖視点になったら結構面白い映像。ちょっとでも逃げずにも全部見ます。そうですね、全部直視。楽しみですね。ゲボ吐きそう、もう笑って本当にマジで爆笑必見ですからね、皆さんぜひ最後までお見逃しなく。ということで、メンディーさん VTR 振りお願いします。それでは VTR 始めてー、レッツゴー。あの感じこうスーツ着てほしい。何してんの？スーツ着て、あ、見つけた。逃走中の。そうそう。ここまで行くね、お前。なんかちっちゃいっすね、ほんとに。なんか午前中の。やばい。怖いね。最後広。すごい。怖いってなんか。ちょっと怖いな。怖い。メンバーの雰囲気感すごい出たので、まだこの時は優しい。スタジオでの撮影に関しては眉毛ないよ。何で眉毛が出てきた？何で眉毛が出てきた？何今のポーズ？ポーズやばい、眉毛やばいって。アラン君がすごい柔らかくて怖いよ。なんかさすがアラン君がすごく柔らかくてやってんなって。やってるね、アラン君って。なんだよそれ。なんだよそのコメント。え、ここもかぶれたんですか？ここも。じゃあ、ライジンでやられた。ライジンで。富士山の富士山で。なんか、富士山のわけわかんない。僕ら一個もかぶれてないんですよ。謎の虫に。超かわいい、やべえ。どこですか？あの部位やばい。なんか出てるね。ほんとだ。あー、それうまいな。生まれる。画面から綺麗に。間違いない。絶対生まれるな。パラサイト。パラサイト。パラサイト。一番してー、これこれやばい、やばいやばい、お前リアクションエビバイケツだったけどね。放送事故、放送事故、やばいっすね。ジェネレーションになってる。うわやばい、やばい、あげあげー、なんだろう、なんでー、だから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 、この時からやっぱ子供は。こんなに痛いってどうしたの？シャー。うぅー。すごいな。バイバイ。バイバイ。メンディだよって。メンディ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 。これでパフォーマンスするんでお願いします。ありがとうございます。わーお、ありがとうございます。よろしくお願いします。握手してくださいね。ありがとうございます。頑張ってください。お願いします。瀬川さん、そうなんです。ありがとうございます。心配ばかりして頑張ってステップ真面目な方やから。ふざけてる。いや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 、なんか見てる。おお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 ソロやばい。なんだよ、何あれ、髪の毛がやばいな。手がすごいね。よし、リンさんやばいな。フリー最近では本当にみんな言いたいことを言って自分の思いを伝え合ってる。めっちゃおもろい。そういうことも普通にできるようになってきて。レコ背負ってるのか。何すごい雰囲気としてはいいんです。最近はまとまって行動することが多くなってきたんで、それもあって多分パフォーマンスも少しなんかまとまりができて出てきてるなって感じが。切り取ってきたなって思って。できるときあった。いいな。切り取ってきた。あ、茨城。
ムやばいな。左の方に寄っていただいてます。ブッサイクですね。変な顔して変な顔してトイストーリーに出てくるミスターポテトヘッドですね。寝てんな。降りるん黙ってたらブレキコン。なんだ、僕ちょっと紫になって思った。それはちょっと分かんない。色入れすぎたね。最初ね、出来たてはね関西のおばちゃんと思っちゃった。本当にうちの近所の商店街にこういう人いっぱいいたよ。しかも髪質もこんな感じだもんね。しかもなんか縁がなんかそうだよ。この多分ね、濃くなってる。黒染めしたんだよ。まだ混ざっちゃった。また多分抜けてくると思う。馴染むよ。そんな感じで、はい、どうした、ベンジーさん。来た、ちょっと髪の毛が何入ってる。アイガス、アイガス、アイガス。ここにあの携帯の上の左上の電波が。電波、なんかビビってないですか、サンボビル。バリさん、めっちゃいいじゃないですか。バリさん、ハマハマ。ハマ、ハマベンジー。あの、メンジーと思います。特にないですかね。もっとメンディさんは給料日に近づくとご飯をおごってくれるからいい人だと思う。みんなお給料日の前日ぐらいから急にメンディ君に優しくなる。で当日はもうメンディ君の後ろに6人列を持ってくる。ね、自販機行くかこの人行きそうだなと思ったら言うと言うと変わんないけど、僕はお給料日はメンディ君のことずっと見てるから多分一番思ってもらってる。ジュースとメンディさんってもらってる。かわいいっす、メンディさんのいいところ。でも優しさがやばいよね、やっぱり。優しいっすね。最年少なんですけど、僕とレオはメンディさんの優しさに助けられてますけど。今年は演技にも挑戦するみたいな。泣きのみんなの気も使ってくれつつ、でも何かこう、行き足りないところがあってみたいにいじられちゃう。スタンスのセクレスみたいなのしてたの。最強のいじられキャラだよね。何回メンディングの服を出したことか。なんか言い方ですけど、ね、持ってる言い方。そこで本気になったら僕らボーンって僕吹き飛ばされちゃうんですけど、まあ、メンディングの優しさでちゃんとやられていく。不明な状態だよ。ひたすら褒める。居酒屋じゃない。居酒屋じゃない。なんか合間にパフォーマンスしたじゃん。合衆国じゃない。あがくんザイルの方に来ておりますということでですね。はい。お台場の。どうですか、居酒屋エグザイルの方。いいですね。やっぱり高齢齢の方も楽しめる。何これ。はい。何してる？ただメニューもない。歯がなくても食べれるゼリーがいい。鎌倉な。鎌倉。やめてくれ。やめろ。鎌倉。はい。ハドルハドルが。ハドルが。はい。痛い。しょうダメだ。ダメだからな。ふざけてんな。さあ、これは何してるかな。これ死ぬほど笑ったの。長野県だったら99%。もちろん梅に長野県の食べ物は梅にみんな一緒に梅にはい、そんなことより掃除しようかな。実際でもね、ウェンディ君の関西弁が下手すぎてそこは面白かった。ちょっと笑い起きてました。なんだっけ、なんて言ってたっけ。なんかたこ焼きやろみたいな。ビールに合うなら串カツもいいな。下手やなみたいな。本日からやってます。そうですね。ということでどうですか、メンディさん。情報ということで地元ですね、メンディさん。地元関西ですね。帰ってきましたよ。関西なんだよね。ありがとう。ただいま。情報部か。いけない。地元ですもんね、ベンディさん。地元ほんまやばいね。大阪育ちですもんね、ベンディさん。ほんま地元めっちゃ好きやね。ね、ゆうたか的にどうなの、この。同じやん。いや、舐めてますね。舐めてへんって。皆さんバカにしてますよ。バカにしてます。めっちゃ好きやん。ほんまに。大阪で好きな食べ物なんですか。
そりゃたこ焼きやろ。ベタか。ベタ、ベタベタか、お前は。ちゃんと喋れ、喋れ。ダメんな、年上やで、自分。お前喋ってるの、保険に年上も年上も笑えんわ、そんな。喋れたらしっかり喋らな。なあ、三重ですか、三重。そう、僕三重なんでね、ちょっと若干の関西かぶりをやっております。関西弁がなってへん。あんたに言われとうない。